出す、ん？高と出すと思ったけど、くるー。あ、お尻。黄緑、青、赤。黄緑、青、赤。黄緑、青、赤。皆さん、なんだ？はい。はい。メイヤさんどこ脇っすか？メインです。ん？何の疑問だ？なんだ？何の疑問だったの？え、最速で貨物まで来たの？走って。はい。え？え？人外じゃない？それさすがに 10秒てか今の下手したら10秒あったっけ？8秒ぐらいしてた。取り付くかな？いや、なんか弁当の位置から貨物で湧いて配線したらすでに給油にいたんですけど。さすがに人外じゃね。そんなこと人外でするわけないじゃないですか。逆に。え、迷惑でしょ。逆にそんなこと人外でしないですよ。じゃあ誰とすれ違いました。誰ともすれ違って。え、どっちですか。サントスさんとすれ違って。そうだ、そうだ。じゃあエリキの構造言ってもらいましょう。エリキの構造は、7456です。7456でファイターに繋がってるとか。はいはいはい。あのアーカイブ側は絶対ありえないから、俺が。まあ確かに、いや、アーカイブ側って言ってほしかったなって。言ったら絶対人外でいいと思ったけど。アーカイブ側めっちゃ人いるから。でも行ける時間あります？そうだ、あるよ。いや、ない。え？ない。ゴミ抜きと俺をタオル回収全部終わってないから。僕も貨物配線しかしてない、アーカイブは来て。まあ。え、で、エレキのこと合ってない、合ってたからいいじゃん、もう。じゃあ。合ってたらいいっすよ。うん、合ってたら合ってたら。合ってなかったら、ちょっとまだ見てない。釣り飲みます。はい。7456ですね。7456。お願いっす。本当。ボタン押します。本当だよ。飛んできてよ。米沢を待機しとくか。これはごっくり。これはあお土産しお土産だね。いや、合ってましたよ。7456合ってたよ。合ってたんかい。合ってたよ。でも合ってたとて、縁巻きの何もせず貨物給油はおかしいですよ。合ってるんかい。しかも適当な言ったのに合ってるんかい。合ってたよ。合ってた合ってた。本当にちょうど78がね、塞がってたわ。でも合ってたとてやっぱり足速いよな。なんでそんな奇跡。いや、まあ合ってたとて速いけども、合ってたで見逃してやってもらったけど、そんな奇跡いらんて。もすげえ合ってると思う。パチスロでやらしてくれよ、毎回毎回こういう奇跡は。ちょうど456直通になってたもんね。いや、ちゃんと。なかなか珍しい構造やで、ね、多分。いや、そうそうそう。すごい、よく当てた。8だけ閉じて、7が。するな、じゃあ。するな。感想戦みたいになってるやん。マジかよ。天才。おもろすぎ、覚えゲーム忘れたわ。おもろすぎて。死ぬくしにしようかなと思ったけど、しなくていいよね。あ、でもしてもいいかもな、こういう進行だったら。乗っ取りが負けずになるから。おお、ナイスナイスです。はい。はい。いやー、7896とかの方が期待値高そうじゃないですか。7896。ああ、わかるわかる。いや、普通そうやって言いたい。うん。7456、結構珍しい方で。これでサントスさんすごく強いですね。確かに。いや、まあ、サントスさんがそうだ。うん。まあ、トス神で冷た感ある。言い当てたけど死んでるわけで。まあ、そう。いや、彼は奇跡を今年の下半期だけで3回起こしてます。確かに。クイズのあれもすごかったけどな。これもすごかったな。相方誰なんだろうな。もう一回言おう。相方どんな気持ちでいいんだろう。
黄緑青赤黄緑青赤黄緑青 赤, 緑青 赤, 緑青赤原産も白っぽいんだよな。うおぉ、ツンツンしてるね。1、2、3、4、あーマルモさん、あーサントス。えぇ、ー、見たっけ。エレキに、エレキにいました。いたと思います。停電になる直前にレバータスクやってて、2番から1番に切ったのだけ見てるから、メイン行ったか席行ったか、まあ、まだレバーやってるかちょっとわかんないです。じゃあ、おまおじさんが停電も見てますよ。おまおじさん見てます。じゃあもう隠しろで大丈夫です。一応行ってもらって、右から2番目真ん中、はい、合ってるので、おまおじさん白出て、あと停電も見てるんで隠しろですね。割と直近ら辺で、まあ、エレキ周り。アルマさんを、アルマさんとサントスさんエレキに置いて、弦の経路がメイン、シャワー、メイン、エジン。あのね、余計1対余計1です、私も。これちょっとめちゃくちゃややこしいんですけど、サントスさん2番から1番に行ったタイミングで、ちょうど僕が4番のレバータスクを終わらせてメインに上がってるんですよ。あ、違う、ごめんなさい。1、2の方を終わらせて、4番のやつを終わらせて、メインに上がってるか、ちょうどマジでどこ行ったかわかんない。メイン行ったか席行ったか、まだレバーを右奥でやってるか。何秒ぐらい以内の記録？あ、10は絶対。結構長いっすよね、アルマさんのそこからだったら。いや、でも僕がレポート光ってないから移動はしてると思うから、まあ多く見積もっても10秒以内。一応ね、バイトバイタルの、バイタル貨物のところで俺、バイタルから貨物に戻って今手で直すのに行こうと思ったので、2回で聞くの楽しみだな。貨物からの侵入はない。いや、てかサントスさんはバイタルは行かないと思ってて、所定貨物ネミン屋さんの話をしててで、エレキのレバータスク終わらせてまたバイタルに行くことはないと思うから、右に行ってる場合はエレキ内でレバータスクやってると思う。オッケーオッケーオッケー。まあ、まだ終わってないと思うけどね。ちなみに私、サントスさんはね、上げ上げタスクの方面に行かれてるのは見えてます。してたかわかんないんで、レバーかもしれないです。最初は貨物の金庫です。貨物の金庫？貨物の金庫、うん、どうやって入った？どうやってだっけ？シャワーアーカイブラウンジ貨物のルート。たまたますれ違わなかった。うん。だから終わってないと思うけどな。サントスさんってこのターンからですね、多分レバータスク。このかターンからだと思う。だったら多分終わってなくて、まだエレキで死んでると思う。皆さん、ギャンブル通しすぎですよ。いや、マジでさ、ほんと、こんな時に通さなくていいねよ。もっとなんか重要な盤面でさ、適当なこと言った時に通ってさ、釣れないみたいな。で、インポスター勝つみたいなのいいですけど。ねえ。これ結局当てても釣られてますからね、とんでもない俺ね。ショート動画レベルかな、これ。ショートもう最近でもマジで奇跡が多くてさ、そのクイズ大会とかいろいろ。すごいよね。あれもすごいよね。はい。はい。移動したいです。はい。はい。はい、さっきのキル、ガミからおまおじさんに白は出るんですけど、おまおじさんからガミに白は出ないはず。でもなんか、ガミさんってでも、あれじゃない、迷惑詰めてるときに協力してたらしいだから。いや、うん、おまおじからも出ますね。アップロードを俺より先にやってたんで。はい。出ます。いや、最後の直近だと。あ、ちょっと。停電直した後、僕、石油行ってるんで。あー、そのパターンだけか。ただエレキ内で死んでる想定だったら絶対右より5689、ね、5689ぐらいで死んでると思う。エレキ内で死んでるんだったら僕が、32147面上がって終わりって感じだから。あれ、メタちゃんどこやったっけ。ボタンっすね、さっきのターンは。あ、なるほど、うん、ボタンは絶対無理だな、うん、エレキ周りなら。アルマクがメイン行ったんだもん。メインっすね。
今日か昨日のハイブリさんの動画でスカートから殺さんの見てどっから出しとんのって突っ込んでる動画めっちゃ面白かったんで見てみてください。よいしょ、あ、頑張れ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 。クイズ大会以外になんかやっぱマリカがあってさ、うん、あのガミさんがそう、ガミさんがベビパをなんか2回目選ぶのが嫌だから、うんうん、みんなで2回目同じコース選ぶとガミさんも2回目でベビパ選んでくるから、うんうん、その2回目はもう選ばないようにしようって言ったんだけど俺間違えてランダムにしちゃってさ、うんうん、でランダムでなんか同じコースが2回目来たらガミさんがベビパ選び出すから絶対に同じコース来んなって思ってたら、うん、俺のコースが12分の1でまず選ばれた逆にランダムでベビパ引いて、うんポイントね、10万分の1ぐらいの確率引いたらしい。やば。メインの右、除染の下ですね。うん。じゃあ今度神から高田さんに白が出せます。あと停電中はまだ生きてました。貨物で停電直しました。貨物か。これ見守ってました。証拠右です。一番最後は左から2番目。はい。じゃあ、メタちゃん。隠しろなので言わせた方が良かったのか。あ、そっか。失礼。でも、ガミさんから剣士に白が出て、メタちゃんがほぼ白で、オマが隠しろでしょ。ハイブリッドオータスゲンの3択しかないんじゃないの。うん。で、私、今回、赤目田さん視点でやりにくく見えるかなって思ってて、どうでしょう。まあ、停電中に米の中のダウンロードのタスクのところに残してきてはいるので。うん。実際ダウンロードやって、その後コックピット行ってます。一応ドア開けてるんで、次のターン見ていただければ。コックピットのドアが開いてれば、うん、うん、私がいた証明が取れるかと。ハイブリは金庫から今、最後、ミーティングの下です。扉は全部開いてる。トータスが今回誰にも会ってないんですよ。貨物脇下回り、ハイブリさんと途中、前回途中までやったテープタスクアップロード、で、そのまま、エレキへ戻ってます。ぐらいで終わり。うん、おまんさんどっちから発見でしたっけ。シャワー上。はい、伝統タス。まあ、トータスさん、多分一番人外濃度が高いかなと、なんか思うんですが。ハイブリトータスが、両方とも人外が普通かなっていう。うん、ゲームはどっちでもいいです。タスクでも行きます。まあ、俺もタスクで。俺も大丈夫よ。うん、タスク行きます。はい。頑張ります。アップロード終われたんで。で、アップロードやってですね。開けるかな。1分では無理。1分では無理です。タスクか。釣りかなと思ったけど。終わんなさそうだぞ、これ。ね、これね、だいぶ厳しそうだけど、大丈夫。2分あるぞ、でも。インポスターがキルするときのモーションっていろいろ種類あるじゃないですか。うんうんうん。で、なんかあの、口からなんか、なんかもう、ね、針みたいな出しで相手突き刺すやつあるじゃないですか。うん、うん。トータスさんのコスチュームのときって、スカートの下からニュって出してきて、殺すんですけども、すごいキモいですけども、今日チンじゃん。そう、ハイブリさんがどこから出しとんねんって突っ込んでました。ギャルもそうらしいよ。ギャルもそうなんだ。あ、ギャルもなんだ。へ、うん、なんかゲンさんがなんかセンシティブなのに殺され方したみたいなこと言う。あ、喜んでた。うん。いや、歓喜。好きだ。なんかあの半身メカのやつだとビームのやつ出るとかあった。ありましたね。懐かしい。スカートの下から出すんだ。でもすごいよね。殺された瞬間に反射神経でどこから出しとんねんって突っ込み出るのすごいよねと思って。おーおーおお。センシティブおはぎが。あ、ええ、マットかやんた。あ、違うわ。お。あ、2入ったか。タスクは終わってます。赤目田さんのお肉はセキュリティルームの左下、湯の下ぐらい。終わると
思いますが、ヌーンを右に寄せといてほしいっていうと、陣外がなんか左に寄せそうですけど、まあ、いやそういうフェイントですよ。左の方とりあえず、今見た限りでは右にありましたよ。あ、ヌーンはね。はい。はい、どっちだ？まあ、ハイブリさんをキッチンに置いていって、この発見なので、ハイブリさんも赤目田さんのお肉には近いっていうのは原始点から出せる情報ですが、まあ、それ以外は特に様子にならないです。僕がセキュリティでやるんだったら、ガミさんが見てるはず、ガミさんがテープタスクしてるところを見てるんで。ああ、本当ですか。僕、テープタスク中だったんで、誰も見てません。テープタスク終わったら停電になってて、何もせずアーカイブまで走ってって感じ。うん、このキルに限ると、モーブリの強労精査があんまりできないかなと思ってるので、やっぱり釣るよりは、スキップの方が丸いかなって思いました。はい。電車のセルフぐらいだったら、俺も到達に見えるけどな。1分、1分ですよね。俺が行くってなったらどうなるんや。いや、これ、原産と僕結構あたりですれ違いませんでしたっけ。まあ、俺、原産結構厳しいと思うけどな、はい、タスク。他タスク厳しい人っています？あー厳しいっす。わしそれなんで今言うの？いやすいません、ずっとミュートで喋ってました、すいません。いやさっき釣らなかったってことは、いやまあ、釣るんすかこれ。もうわかんないっすよ私。トータさん、ハイブリさん、まあいや俺も原産と到達だとは分からない。俺到達よりだとは思ってるけど。いやまあじゃあ割と、ね、原産から割とそっちが席の方行くのしんどくないですか。まあ行けんことがないから時間長かったし。うーん。で私も手で直してないんで、そもそも。あのヌーンが右にあることは言いました。じゃあもうちょっと頑張りますわ。頑張ります。なんとかします。なんとか。あ釣らない？釣らない？釣れ、じゃあ釣る、じゃあ釣る、釣る。誰やおや、ね。どっちよ。じゃあ、トータス。俺もごめんなさい。入れてもたわ。くちゃくちゃ。おぉくちゃくちゃ。くちゃくちゃ進行。まあ、一人でよく頑張ったファイトの。まあ、メイヤさんにとどめさせたの僕やと思うんですけど。いやいや、僕は一人持ってってますからね。うねくちゃ。ちょっと。一個やったら。ちょうどお前おまおじだろうわ、おまおじ。俺ずっと一人で喋って、いや、俺みんな無視されてると思って。いや序盤ずっと、いや、俺タスクこれ厳しいんですけどね、タスク無理ですわ、タスクがねえってずっと言ってんのに、本当に相手にされへんから、と思ったらミュートになってた。なんか、議論の対抗のしようもなかったから、どうなるかな。不思議でしたね。